お腹いっぱいショット美味しすぎるんだよねご飯がね。さすが狙い通り。うまい。うまい。ナイス。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。90切り80切りの後半戦です。はい、もちろん大原音塾さんでそのままいきます。前半がコナ君がワンアンダー、コトコちゃんがスリーオーバー、タミリンがスリーオーバーというわけなので、どんだけ打っていいんだとかは考えちゃいけないよね。ダメだよ。ダメだよね、うん、これがさ、オーバーしちゃう原因になるんだもんね、うん、そう。変わらず今のペースでいきましょう。はいはい、お願いします。お願いします。あ、新作出てます。めちゃいいです。モックネックちょっと長めで、うん、ね、生地もバッチリ、生地もバッチリ。はい、私はシャツハーフジップのところです。それもマジいいっしょ。かわいい、かわいい、うん、ということで皆さんサイトチェックしてください。スコアアップしたい人は買ってください、うん、はい、お揃いにしてください。お願いします。お願いします。左がなんかアウトっぽい。うんうん、フェアウェイちょっと右目のあの、まあグリーン方向ぐらいだな。お願いします。あー引っ掛けたけど大丈夫のはず。オッケー、引っ掛けても OK のためにちょっと右向いといた。お願いします。お願いします。右のバンカーには入れない。ナイスショー。完璧。本当にお昼食べた？ちょっとお腹が回らなかったです。なんでそんなにやってすんだろうね。本当ですよね。素晴らしい。本当です。私は大原音塾に来るとご飯を絶対2杯食べてる。お願いします。お願いします。とりあえずまっすぐ。素晴らしい。はい、完璧です。完璧。そう、お腹いっぱいショット美味しすぎるんだよねご飯が ね。バンカーを避けて、あ、めっちゃ上げてる。いい感じだけど。いいね。お、乗った。ナイス、ナイス。はい、ラッキー。やっぱアメリーの解説80切りじゃない。私は結構ここのバンカーどっちも入っても OK かなの感じで花道狙ってきます。185、5番ウッドです。うまい。うわ、天才か。うますぎる。ナイス。やばい、70代の終わり方してる。やばい。55。我々アマチュアはあーやだなーってなってて、うん、確かに。どうする？ここがちょっと気になるから、うん、みんな気になると思うから、はい、トップするよりかはちょっとダフってもしょうがないなぐらいの感じで打つと、やっぱトップしちゃうとここにバーンと当たって出ない可能性あるから、上から打ち込むの、あくまで。そうだね、上から打ち込む感じで、意識としては。あー、バンカーとバンカーか。手前90切りの接触、ああいうとこはどうすればいいですか？転がす。とにかく転がす。58で転がす。微妙。失敗。やっぱりさ、58度持つと、うん、ミスる確率は上がるよね。上がります。こんだけ長いとやっぱなっちゃう。なるほどね、うん、止まれ。早い。早いね。しっかり2パットで決める。えい。ナイス。うん、バッチリ。はい、ボギー。うまい、ナイス。
これはうますぎ。あれだぜ。私はまっすぐだけど、ちょいするならスラかな。下ってるんで、ちょっと止める気持ちで。あくまで狙わない。狙わない。入っちゃったんだよな。結構狙ってたし。比較的に違うんだよな。狙ってたし、狙ってた。狙ってたぞ、今。違うんだよな。素晴らしいね。風に乗れ。見てない。カラスが飛んでったからね。ファミリンドローターだからちょい右目に狙う。ちょい右目に、木のところ、うん、木が生えてるところからドロー。なるほど。最悪まっすぐ行っても大丈夫ぐらいなところに狙って。ナイスショ。完璧。最高だね。イエーイ、バッチリです。さすが、狙い通り。左の山とバンカーだと狙いづらくなるんで、右の木でもいいぐらいの気持ちで、はい、うわー、天才すぎ。ナイスです。イエイ。155フォロー。奥には行きたくないね。手前から行きたいんで、私は6番アイアンで行きます。ちょっとあのバンカーだるそうだね。まあ入ってもいいでしょうぐらいで。うん、完璧じゃん。うまー。え、届かなかった。あ、よかった。目的が変わってきてる。フォローですが、向こうはそんなにフォローじゃなさそうなので普通に打ちます。マイクもらっちゃう。おお、良さそう。完璧です。完璧です。バッチリ。13乗せたいからちょっとオーバーでもいいって感じで打つわ。ああいう広大なとこってオーバーでもいいって考えた方が、うん、無難。届かないで下に落っこっちゃうのが一番あれだから。いや、素晴らしい、これナイス。うん、ね、あれはもう OK だね、持ってくれれば、うん、こういう砲台のとこで残しちゃった時はどう行くべき。大体アプローチで上げる方がこういう時はいいかな。転がし行こうとすると当たって帰っちゃいするんで、はい、56で。まあでも打ち方変わらずパターみたいに。 OK、うまい。うまい。これはうまい。うまい。天才。やっぱリズムが変わらないね。変わらないね。うんうん、そこが見ててすごい勉強になりますね。うん、でも面白いよね。目標スコアで狙うとことか変わってくるじゃん。うん、80キロとしたらしっかり距離出してって、そうね、オーバーしてもいいの方がいいじゃん。うん、ぜひ。はい。ナイス。ナイス。パーです。きっちり入れる。いや素晴らしい。いや、うめえ。なんかライン難しいな。うんうん、フックなのかスライスなのかよくわかんない。そういう時はまっすぐ行くか。まっすぐ迷ったら一旦まっすぐの方がいいよ。一旦まっすぐ。あとは、うん、距離感だね。 OK。 うまい。本当にまっすぐだった。俺ちょっとだけフック勝つかなと思ってワンカップぐらい右狙ったんだけど、この距離感がうまい。さす。狙いはまっすぐというか距離感を合わせる。あんなコナ君みたいに距離合わない。うわー、微妙な距離残っちゃった。いや、それが普通だよね。いや、怖くて打てない。下りすごい強く見えるよね。はい、やばいよ。オッケー。いやー、珍しい。
ダブっちゃった。でも今までのね、貯金がありますから。はい。167ヤードだった。ね、ああいう時さ、167きっかり打つ。ちょっとさ、手前から行くことになるじゃん、結局。うん。あのキャリーのところがさ、あ、バンカー行っちゃうな、なのか、もう超頑張ってギリ行くのかとかさ、どう考えんの？バンカー越える距離もいつも一応測ってる。うーん。で、結構隙間あるから、ちょっと手前から行けるなと思って打って。なるほどね。とにかくバンカー越す距離か。そうだね。で、ちょっとフォローしてるから、うん、それも計算して打つ感じで。とりあえ。あ、完璧。おお、うん、やっほー。あれは完璧、本当にイメージ通り。前123狙いは、狙いはコナ君のボール。キャリーでドン。キャリーでドン。結構上げてる。薄い。薄かった。オッケーオッケー、8でいきます、はい、狙いは、まあどこのバンカーも大丈夫そうなんで、花道で狙ってって、風右から来てるからいい感じにピンに寄るかなっていう感じで、はい、風やめましたけど。うーん、ナイスナイス、押しちゃった。素晴らしい。イエー。残り10ちょいぐらいぐらいですね。転がす。うわー、強く入っちゃった。オッケーオッケー、ナイス。はい、これも下りなんで近くに止めるイメージ。狙わない。狙わない。早い。やばい、風が吹いてパンってなっちゃった。うーん、うまい。さっきボギー。左にグイッと垂れるのイメージして、ちょっと下りラインと距離が合えば入る。うまい。うまー。ナイス。ありがとうございます。ナイス。ナイスー。はい、ナイスー。パーでーす。パー、イエーイ。ナイス。ほい。大原音軸、あれだね、曲がる人はバンカー苦しむね。そう、バンカーとの勝負だね。でも多分俺の距離だったら左のバンカーにちょうど入っちゃうぐらいだから、右のバンカーはないと思って打つ感じで、逆にあんま飛ばない人は右のバンカーだけ注意しといて左は届かないと思って打つ感じ。完璧。完璧。はい、素晴らしい。うん、今のマジ完璧。あの力感だな。さて、どういきますか。バンカーの上を。右側。右側。やばくない？ちょっと全然降りてきた。あ、降りてきた、降りてきた。ナイス。よかった。オッケーな人。ラッキー。本来だと右バンカーの奥を狙っていくんだけど、なんか左サイドから狙っていこうかな。はい、宣言通り完璧です。はい、いいね、調子いいです。あざます。残り230ぐらい。そのまま木の上行きますか。そのまま木の上。オッケー。うーん、ナイス。うん、いい感じ。うん、素晴らしい。はい、バッチリです。よかった。ダフりそうだった。230ぐらい。手前のバンカーは遠すぎて入れたくないので、うん、届かない距離持ってんだけど、うん、それを外して狙います、はい、左のバンカーは OK ぐらいの気持ちで。
やばい、ちょっと右行った。入ってしまうのか。うわ、惜しい。はい。まあ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 。まあいい手本だよ。対処法ね。はい。はい、入れますよ。215ヤード。ちょっとフォロー。一番奥。4番アイアンで手前から乗ってくれって感じで。やっぱ2人の見た後だと1打目で距離があるとだいぶ楽だね。そうだね、できるだけ飛ばせるか。あら、オーバーした？オーバーしたけど、でも多分大丈夫。 OK、 やっとエッジくらい。まんまと入れたくないバンカーに入りました。はい、顎も高い。はいです。はい、でも3打目なんで出して寄せる2パットでいけるから、うん、はい、それでいきます。はい、安全に絶対に出す。はい、あー OKOKOK、 これで OK、 点数十分。おい、64ヤードちょっと嫌なライン。うまい、良さそう。イエイ、安定感ありますか。よかったです。35か40ないぐらい普通に上げちゃいます。トップ目で行った分薄かったね。でもあれが2パットすれば OK。 はい、はい、地上最悪来た。一番安全なのはパターなんだけど、けどこれもあるし、ウェッジの方が寄ったらかっこいいし、ウェッジでいく。ここ上げて。うんうんうん。珍しい。こういうことが起きるので、パターにするのが安全です。安全ですよね、やっぱね。アマチュア得意ですね。うん。フックの上り、上りのラインなんで。しっかり、あくまでも寄せるイメージ。はい、あくまでも寄せるイメージ。うん、ナイス寄せ。はい、よかった。ナイス、ありがとうございます。まあ、ちょっと力は感じましたが、ってきました。気持ちがなんか入った気がしますが。ボギーです。うん、嬉しい。はい、ありがとうございます。アプローチミスちゃった時点でもうここはパー狙いでいくから、寄せるだけでいきます。はい、やばい、気持ち入った。うん。うわー、しかもライン乗ってた。ジャストタッチだったら入ってた。やっぱ気持ちだな。そう、あとちゃんと下から見るってこと、こっちから見たら結構下ってた。おー、珍しい。ああいう一個の判断ミスからこんなことになっちゃう。わかる。185ヤード。ちょっと今日飛んでる気がするから、うん、ギリ届かないクラブで打ってみて。どんな感じになるか。はい、お、うーん、完璧。言ってくれた。ナイス。ギリギリ言ってくれた。やっとボギーペースに戻せました。ナイス。あと1個パー取れば大丈夫。ナイス、良さそう。いいな。あ、手前だった。惜しい。いいアプローチができるね。お、リアクション間違えてくれ。8番でいきます。はい、まあこれは何も気にせずだね。うん、水りましたぜ。うわ、これもいいアプローチできるわ。うん、店だから。20ヤードぐらい打つ感じで。
うまい。うまい。うまい。うん。ちょっと行き過ぎたけど。オッケー。うん、ナイスです。はい。本当はパターを握りたい。けどちょっと長いから転がします。うまい。これうまい。うまい。ちょっと。止まった。止まった。うん。うん、ナイス。はい。ゴー。惜しい。惜しい。ボギー。ボギー。うん。やったわ、今。右のバンカーキャリーで擦るようにちょっと振る。え、2個？うん。マジ？多分ギリ200、キャリー270ぐらいだから当たればちゃんとしっかり打てば超えるって感じ。じゃないとあのバンカーとバンカーの幅打ち抜くのはちょっと厳しいから。なるほどね。ああ、そっち行くか。多分右は広いから大丈夫。うんうん、オッケー。後半全然パターが入りません。そろそろパターを入れに行きたい。何したら入るんだろうね、パターは。本当ですよね。何なんだろう、打ち切れてないのかしら。先生、パターが入りません。なんて言ってました？わかんない、なんか言ってた。バンカーの上。気合いだ。気合いだ。気合でした。気合でした。うわ、引っ張っちゃったけど大丈夫そう。あ、完璧でした。完璧、完璧すぎるね。完璧だった。あ、とか言わなきゃよかった。うん、バンカーすごいね。入ってもいいだろ精神で真ん中狙ってきます。なめてたせいです。ナイス。あるね。うん、完璧だ。完璧、完璧。ナイスです。はい。ここは攻めずに安全にティーショット負けたから。この木の下通してあの木の上を生かす感じで。うんうん。180ぐらい飛ばして、多分残り100ないぐらいに残す感じで。とりあえずちゃんと芯に当てる。はい。うわ、怖い。確かに完全。普通のアマチュアだったらこんなことできない、うんうん、できない。ここに座ってられないから、うん、カートごとに、はい、バンカー手前ぐらいですかね。うん、まあバンカー狙いぐらいでいっちゃおう。私スプーンです。はい。あ、大丈夫。ああ出てきた。縮みかけた。ちょっと息上がったの頑張ってたんだ今。セーフ。私もバンカー狙いで。はい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 。オッケーオッケーオッケー。残り何？120ぐらい。ああ、じゃあちょっと女子にはきつい距離だ。うん、でアイアンでもハーフショットいっちゃうとあの高さ出ちゃうんで、うん、最強兵器スプーンで。はいはいはい。ハーフショットで転がすイメージでやります。もうピンは狙わず左に逃げると。はい、もうこれもパターみたいに。うますぎ。うわ、ちょっと結構は知らないんですけど。変なライなんですが、しっかりと。うまい。うまそう。あ、変な感じだけど、オッケーオッケーオッケー、大丈夫そう。つま先上がり、難なくいくね。確かに。そんな難しくない。そんな難しくない。ライ通り。ライ通り。繰り返ししかしてない。113ヤード。50度でちょい抑えぐらいです。はい。うわー、ちょっと見流れた。当たり悪い。
あれをまっすぐ打ちたいってことですか。そう、あとちょっとヒール気味だったからその分距離も取ったし、ね、めっちゃもったいないことしてる。けどまあ70台出すんだったらあれだっけ。そうねそうね。今ちなみにアンダーぐらい、アンダー今はアンダー50ヤードぐらい。ちょっと待って、抜けてそのそこに。はい、だるま落とししました。ゴーゴー、ありがとうございます。次頑張る。うん、ナイス。うん、もうさすがにパターで OK だね、ここね。ここはもうほぼグリーンだからパターで。2人のアプローチ見てめっちゃ登りきつそうだと思ったからもうカーンって打って登れ。重っ。登るね。かぁ、戻ってこい。し、はい、ボギー。はい、やりました。マジで重たいわこれは。見て、えぐー、ちょっと待って。カモンカモンさん、やばいよ。止まって。うん、帰ってこい。アボ、イエイ。これ入れてボギーだけど帰ってくるの怖いんで、ある程度寄せる。やばい。マジで打てね。あー、やると思いましたよ。はいはいはい。やると思いましたよ。ちょっと激しい。マジか。もう全く見えない系だ。確かちょっと右目打っとくのが正解だった気がする。フェアウェイ右縁ぐらい狙っとくか。ああ、ナイス。いいんじゃない？いいはず。わあ、危なかった。ほぼちょっとミスショット。ほぼちょっとミスショット。どっちどっちどっち。ほぼちょっと。ちょっといつも通りな感じなんでしょ。とりあえずまっすぐ。よいしょ、完璧。はい、うまい。はい、そろそろパー取りたい。ここでいきましょうか。はい、本当に最初に宣言した通り90切るためにはのちょっと余裕がいけない。今でボギーペース、今でボギーペース。いけ、あれ、手前だ。うん、惜しい。うん、手前。マジでアミニと一緒でリズム悪くなってる。140で上げてるんで4ユーできます。まあ、バンカーは左の手前の方に入れなければ OK。 さあ、いけ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 、これは入ってしまえ。ナイス。おうまい。素晴らしい。うん、やっぱあれだね、あと何段あるからとかって考えたら崩れる。崩れる ね、 ね、本当に不思議なことにね、うん、うちらでも崩れます。はい、はい、118ヤードの上げ、ピッチングウェッジで、はい、あー、ずれるな。はい、右パターで行きたいけど、ちょっと長いから。うまい。うん、ナイス。やった。はい、パーです。パー。パー。ナイス。うまい。うん。惜しい。よっしゃ。
そんなコナ君初めて見たぞ。うま。来た。入れろ。うわっ。ナイス。あー、すっきりした。バリバンカーだらけ。そう。名物ホール。けどバンカーは無視して短いヤシの木の上。もう必要ないやつはもう目線から消すって感じ。見ちゃうとどうしてもそっちに引っ張られちゃうから。これどうかな。木当たんな。いやいいんじゃないか。いいかな。多分。もう狙ってた時よりちょっと左だったけど。な、巻いちゃった。いや、あ、多分大丈夫。はあ、大丈夫そう。うん。はい、ラッキー。あのコボコボコの3つの木を狙ってきます。はい、頼む。おお、最高だな。素晴らしい。いいね。うん、完璧。完璧です。大ありがとうございます。調子良くなってきてる気がする。115。よし、入れるか。入れちゃおう。入れちゃおう。ちょっと風がこうなんで真ん中を狙っていきます。やばい。押せ押せ押せ。いいよ。風押せ。うー。ナイス。ラッキーだー。イエーイ。100ヤード。100ヤード。あ、薄い。あ、手前。薄い。薄いよ。これ逆にむずいな。左足下がりでこのピン位置は。確かに。ちょっと60度で高めの球打てるように。あ、惜しい。惜しい。惜しい。あら、戻ってこない。うん、意外と、意外と足りなかった。えい。うまい。待ってくれ。惜しい。え、なんで？あれたね。もうだるマジで。それです、うん、はい、ナイス。はい、うん、もう本当に今日はダメだ、よいしょ。行きそうだったね。ボギー。多分右バンカーは入っちゃうから、行ったらちょっと左から。左バンカーは届かないはず。カットしろ。あ、届いたかもしんない。マジ？まあいいや。全然ピンがないんですけど、このホール。あっちにあるのかな。見えない。見えない。見えないね。まあ、まっすぐ行こう。はい、ナイスショ。はい、アメリン方向言ってあげると絶対そこにちゃんと打てるよね。ことでにあのパター読んでもらうと絶対入る。うん、絶対入れてくれる。よし、まっすぐ。はい、ナイスショ。いいね。よろしいじゃないですか。ほい。175。私175を打ちます。上げの分でショートして転がしのアプローチをする予定です。はい、はい。おー、いいね、最高じゃん。いい球。
どうだろう。ああどうだろう。行ってみよう。行きましょう。あーダフっちゃった。違うバンカーに入っちゃった。どまい、どまい、入った。完全に手前の嫌なバンカーに入っちゃった。ちょっとつま先上がりのバンカー。そう、しかも風上げてるからまたむずい。6番やんね。多分届かないかな。やっぱりナイスショ。うん、十分でしょ。まあ、OK。 45ヤード。まあ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 微妙ですね。でも58だから思いっきり振ったら出そう。本当だ、最悪だ。ちょっと手前から入れる感じ。ちょっと手前から、でも普通のアプローチみたいに打ちたい。あ、打ちゃったかも。 OKOK OK, OK, OK。 通常だったら56で行くんだけど、このぐらいの大体半分ぐらいまで打ったところがカラーぐらいなのね。はいはい。それで半分打つとどうなるかを見てほしい。はい。打ちすぎたよっていう感じになります。ちょっとオーバーだったけどね。うん、だからこんぐらいの感じだったら56とかの方が打ちやすいよって感じ。うまい。待ってくれ。うーん、慣れてる。うん、よかった。やっと距離感最後の最後だった。よいしょ、ザースパー。ナイスパー。早い。あ、待ってこい。うまい。うまい。あ、早い。ナイス。ナイストライ。ちょっと残ったけど、いいタッチです。はい。難しいね。しょうがない。ダブっちゃった。まあ、気持ちは近くで止める。本当ですか？さっき私も狙いまくってるけど止める。うまい、うまい。お、うわ、ちょっ、悔しい。はい、ボギーね。はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。は後半3オーバーの2オーバー、トータル2オーバー74、74、しっかり80切り成功です。はい、で、琴子ちゃん、トータル80、トータル80、はい、もう90切りどころじゃないけど。でもラッキーがラッキーパーとかバーディーとか6個7個ぐらいあったと思うんで、はい、それをプラ1ずつ考えたら86とか7なんで。確かに、うん。そしてアミリン、後半が9オーバーで前半が3オーバーだから84。素晴らしいです。狙い通りの90切り80切り成功です。やっぱ見てて、もうピンチの時は無理しないこと、寄せも黙って転がすこと、余計に上げたりせず、バンカーはちゃんとロフト関わるもので出すってのを徹底してれば、そんな難しくは見えなかったね、うん、みんなできるんじゃないかっていう希望を持つ動画でした。で、コナ君の70代もちゃんとマネジメントして、そうだね、ね、結構細かいミス、本当に特に後半なんかたくさんしてたから、うん、ちょろちょろグリーン回りでとか、それでも意外とトータル70台で回れるっていう、うん、確かに全てが完璧なショットじゃなくても出るよって感じだね、うん、本当にね、うんうん、素晴らしいです、うん、というわけで大原音塾さんでランドでした。大原音塾最高でした。もう最高だよね。全部仕上がっててグリーンも、うん、ね、綺麗。グリーンめっちゃ難しかった。うん、うん、確かに。というわけでありがとうございました。また来週。また来週。また来週。